あの最近ですね、皆さんより健康意識というのはどんどん高まっている気がしますけれども、うんうん、あの菊池さん過去にもね、はい、あのもう超話題になったボディメイク、本当に,、ね、にやらせていただきました、はい <laughs> はい。あれはもうファンの皆さんも大変驚かれたと思いますが、そうですね。うん、いやでも私もやっぱりあのダイエットについてはもう今まですごい。 色々やってきてき<ん>子供生まれてもう今まさにダイエットしなきゃいけないって思ってるんですけど、えー、でもやっぱりそのさっき言ったようにあの毎日不規則だったりとか,なんか子供のことを。 とりあえずちゃんとやっとけばいいかなって最初は思って自分のことをもうないがしろにしてたんですけどでも子供のために長生きしなきゃって思ってで私初めてね人間ドックを30代で初めてやったんですその時にすごい健康って思ってたんですけどあのそんなに結果が良くなくてあすごく悪くて。 再検査とかでもなかったんですけど、全体的に血液の循環悪いですとか、全体的になんかちょっとあの今のこの三十一歳なのにまだまだあの若くなきゃねみたいなこと言われたんですよ。<laughs> そう言われると落ち込みますね。そうなんです。だからちょっともう言いんなきゃ頑張ろうと思って、本当にもうめちゃめちゃサプリ調べてた時にうん、うん、このピアランバサダーのお,お話いただいたんで、素晴らしい。すごい嬉しいんです、ね。<laughs> <laughs>